はいどうも。FF14 だけどね。何かあったかね。ずっと製品版でやってたから気づかなかったんだけどね。何を？ FF14 のフリートライアルって、フリートライアルらしくないフリートライアルだね。何を言ってるのかわかりませんが。つまり、最初から製品版でやってる身からすると。え、フリートライアルでここまでできるの？って感じなのよ。ここまでって、どこまで？これを見るだよ。見るだよって。ほほう、今って、レベル60まで無料なのね。そうなのよそうなのよ。で、拡張バージョンの名前で言うと、最初の申請編だけじゃなくて、次の装填編までできるのよ。へえ、それはすごいね。私たちが何千円かで買った部分、今は無料なのね。うむうむ。今のレベルキャップは80だけど、そのうち60までなので、かなりの部分が無料でできるね。期限は何日？それが無期限なんだよ。そりゃまた、太っ腹だね。うむうむ。じゃああれだね、無料でも、いろんなジョブを体験できるね。初期クラスから上位ジョブにチェンジできるのは、レベル30だから余裕でできるね。どのジョブを選択できるの？装填編までだから、こんな感じかな。だからユウさんって君。勇気士の損傷だよ。キャラメイク段階で選べるのは、これらジョブの解職に当たる、クラスってやつね。キャラメイク段階で選べないのもあったよね。うむうむ。忍者になるための初期クラスは、双剣士なんだけど。これはレベル10になってから、リムサロミンサでクエを受けないとなれないよ。じゃあ早く双剣士になりたい人は、リムサスタートにするべきか。そうだね。あと、暗黒騎士と先生術師と貴公子は、装填編の新ジョブなので。レベル50になって、新生編クリアして、装填エリアに行かないと解放できないよ。その3つは、ちょっとだけ大変なんだね。うむうむ。あとは剣士っていう非公式ジョブもあるけど。麻雀かね。うむうむ。FF14 にはオンライン麻雀も組み込まれてるので、世界中の人と麻雀対戦できるよ。麻雀だけならフリートライアルで永久にできるね。うむうむ。ただ、メインクエストをある程度進めて、三国を移動できるようになった後、サブクエでゴールドソーサー解放しないといけないから、最初からできるわけじゃないね。ふむ。でもまあ、遅かれ早かれ、ほとんどのジョブはできるってわけね。レベル60までね。で、制限事項は？まず、チャットでは、シャウトみたいな広範囲チャットと、1対1のテルは使えない。それは完全に業者対策だね。うむうむ。だから、1対1のトレード機能も、アイテムを出品したり購入したりするマーケットボードも、アイテムを送れるモグレターも使えない。これまた業者対策だね。物を売ったりする、リテイナーっていう NPC も雇えない。ということは、他のプレイヤーから、装備とか買うことは無理ってことか。そうだね。そこはちょっときついね。だから装備は NPC のお店で買うか、クエスト報酬でもらうか、ダンジョンのドロップで手に入れるか。っていうことになるね。ジョブクエストで、ジョブ専用の装備ももらえたりするね。うむうむ、優秀な装備だね。あと、レベル50を過ぎれば、ルーレットとか解放されて、私学が手に入るようになるから。私学で強力な装備を買えるね。ルーレットっていうのは、ランダムでいろんなダンジョンが当たるコンテンツね。うむうむ、それから私学っていうのは、キル以外のお金みたいなものだよ。私学で手に入る武器は、レベル49以前の武器と性能が雲泥の差だから、絶対手に入れた方がいいね。うむうむ。で、何の話だっけ？無料版の制限事項でしょ。そうそう、わかってるよもちろん。で、広範囲チャットは使えないけど、LS、リンクシェルに誘われて入った場合、LS チャットで LS のメンバーとは話せるようになるし、パーティに誘われて入った場合、当然パーティチャットも使えるよ。LS っていうのは、他のゲームでいうところの、ギルドみたいなものね。うむうむ、仲良しグループ。ただ、LS を自分で作ることはできない。あと、FC、フリーカンパニーには入れない。FC も LS と似たようなものだけど、LS と違って共用の家とか倉庫とか持てるやつね。うむうむ。あと、これは不便だけど、パーティ募集機能は使えないみたい。それも業者対策っぽいね。パーティ募集で宣伝できるし。ただ、誘われてパーティに入ることはできるよ。あと、前に説明した、CF っていう、自動パーティメイクシステムは使える。じゃあダンジョンも問題なく行けるってことね。ダンジョン行けないと、メインクエ進まないからね。で、そうそう、トレード制限があるから、あんまり意味ないけど、お金も30万ギルまでしか持てない。これまた業者対策。30万ギルまでしか持てないということは、家は買えないね。そうだね、最低でも150万くらいするからね。あと、PVP の一部のコンテンツもできないみたいね。まあ、対人戦はやらないからよくわからないな。
制限事項をまとめるとこうなるよ。ふむ。パーティ募集機能が使えないのと、取引ができないのは不便だけど。それ以外は、レベル60まで、ほとんどのコンテンツを楽しめるってわけね。うむうむ。ここに出てる13のジョブをレベル60にするだけでも相当だね。あれ、青魔導士も出てるようですが？青魔導士は、普通にダンジョンとか行けないので、ここではスルー。まあ、私も青魔導士はほとんど触ってないけどね。まあこれだけたくさんのジョブを、80カンストのうち60まで無料で楽しめるので、気軽に試してみたらいいと思うよ。あ、そうそう、選択できる種族だけど、最新種族のロスガルとビエラは選べないみたい。ロスガルはライオンっぽい人で、ビエラはウサギっぽい人ね。うむうむ。だからどうしてもその2つの種族にこだわりがある人は、今は製品版しかないね。ふんむ。あと、育てたキャラは、製品版に切り替えても引き継がれるのでご心配なく。それでは、エオルゼアに遊びに来てねー。じゃ。無料であそこまでできるのは意外だった。新生編だけでもメインクエ相当あるけど、さらに蒼天編まで行けるとは。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。ではまた。